シュラマル。あらあら、これは全日本貧乏協会認定貧乏人の貧乏あかねさんじゃないの。あんたに用があるんだけど。ちょっと待ってください。全日本貧乏協会って何ですか？その名の通りよ。協会認定の貧乏人になると一人前の貧乏人として認められたことになるのよ。いやいや、何なんですかそれ。そんな協会存在しないでしょ。失礼ね。存在してるわよ。ちなみに会長はこの私。あんたは認定貧乏人第1号の記念すべき貧乏人よ。認定していただいてありがとうございます。これからもますます貧乏道に励み、高みを目指して精進いたします。ってなるわけないでしょ。めちゃくちゃいいわね。貧乏道とか最高ね。じゃあこっちだって反撃させてもらいますね。反撃？ただいま私も新しい協会を設立いたしました。その名も全日本エセセレブママ友協会です。はあ？全日本エセセレブママ友協会？何なのよそれ。その名の通りです。そして玲子さんが記念すべき第1号の認定エセセレブになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。今までずっと認定エセセレブを目指してエセセレブ道を頑張ってきました。このような素晴らしい認定をいただけたのも、私を応援してくれた家族、ママ友仲間のおかげです。これからも認定エセセレブの名に恥じないように頑張ります。ってなるわけないでしょ。おー、素敵な謝辞コメントありがとうございます。もう名誉認定エセセレブに認定いたします。まあ名誉認定エセセレブをいただけるなんて、私にとってこの上ない光栄だわ。名誉認定エセセレブおめでとうございます。これからもエセセレブ界のカリスマとしてエセセレブ道を邁進してください。はい、ありがとうございます。これからも偽物のブランド品を買い漁り、偽物ブランド品で身を固めて、周りのママ友を見下すことを生きがいにしていきます。やっぱり偽物だったんですね。いつも新しいブランド品を身につけてるのでおかしいと思ってたんですよ。もちろん偽物よ。本物なんて高くて手が出ないわ。って何言わすのよ。私の持ってるブランド品は全部本物よ。もう遅いですよ。ポロッとカミングアウトしましたね。違う、私はエセセレブじゃなくて本物のセレブなのよ。いい加減にしなさいよ。でも全身偽物ブランド品なんですよね。だからそれは違うのよ。あんたに合わせて乗ってやっただけよ。でも玲子さんのエセセレブを証明するような情報が多数寄せられてますけど。はあ？玲子さんの愛車って何でしたっけ？私の愛車はベンツよ。ベンツ以外は車と呼べないから。そうですか。でも玲子さんの愛車って本当は軽音ですよね。バーカ言ってんじゃないわよ。この私が軽音なんて乗るわけないでしょ。あんなの貧乏人の象徴じゃないの。もう正直に話してくださいよ。私がいつも参観日とかでベンツ乗ってるの知ってるわよね。正真正銘愛車はベンツだから。レンタルしてるんですよね。は？何言ってんのよ。レンタルなんてするわけないでしょ。私の友人が高級車のレンタル会社で働いてるんですけど、玲子さんの車はその会社の車だって言ってました。そんなわけないでしょ。その人は勘違いしているんじゃないの。いや、合ってるみたいですよ。まあそんなことはどうだっていいのよ。何？自分が貧乏でベンツに乗れないからって嫉妬して言いがかりつけてきてんの？そんなつもりじゃないですけどね。リアルに聞いた話なので。バカにするのも大概にしなさいよ。あんたみたいな貧乏人と一緒にしないでもらいたいわ。すみません、私は全日本貧乏協会の認定貧乏人なもんでして。あはははー、何気に気に入っちゃってるんでしょ。私が本気で気に入ってるのは名誉エセセレブの方ですけどね。だからエセセレブじゃないっつーの。で、今日は何の用で連絡してきたんですか？そうよ、あんたに大事な話があったのよ。まったく、あんたと絡んだら話が脱線しすぎるのよ。脱線させたのは玲子さんだと思いますけど。あのね、今度のママ友旅行のことなんだけど、私が幹事になったから。ああ、そうなんですか？それでさ、私って高級ホテルのスイート以外は泊まれない人間だから、今回は超高級ホテルのシュラマルビラリゾートに泊まることにしたから。え？
シュラマルビラリゾートですか？あんたなんて一生かかっても泊まれないような高級ホテルよ。で、私以外の人は一番安い部屋にしたから、私だけ漢字特権で一泊20万のスイートルームに泊まるわ。なんかおかしくないですか？だって私はスイート以外泊まれないから。その分玲子さんだけお代多く払われるんですよね。まあそれは当たり前のことよ。セレブだからお金には困ってないのよ。でさ、あんたがいつも会計係してるじゃない。今回は私が幹事兼会計をすることにしたから。なんでですか？なんかさ、あんたっていまいち信用できないのよね。私がやった方が確実だから。はあ。ってことで私に任せなさい。また今度会費を徴収するから、よろしく。私の名前はあかり。小学生の娘を持つ母親です。自称セレブママ友の玲子さんから連絡があり、今回のママ友旅行の幹事と会計係をしたいと言ってきました。あの面倒くさがり屋の玲子さんが幹事と会計をするなんて考えられなかったので、私は何か企んでいるのではないかと思い勘ぐっていました。いよいよ旅行当日を迎えたのですが、ここでまさかの展開になりました。いやー、いよいよママ友旅行当日ね。楽しみすぎるわ。そうですね。あ、玲子さんに伝えないといけないことがあるんです。今まで忘れてました。え、何よ。もしかして会費が用意できないとか言い出すんじゃないでしょうね。認定貧乏人でも関係ないからね。違いますよ。今回特別に皆さんの部屋をスイートルームに変更しておきました。は？何勝手なことしてるの？スイートルームに泊まるのはこの私だけよ。なんかそれって良くないなと思いまして。どうせなら修羅丸ビラリゾートの良さを堪能していただきたいので、夫に頼んで無理を聞いてもらいました。は？夫に頼んで？一体どういうこと？言ってなかったですけど、私の夫は修羅丸ビラリゾートの取締役なんです。お父さんが社長されているんですよ。え？嘘でしょ？本当ですよ。ってことはめちゃくちゃ金持ちじゃないの？修羅丸ビラリゾートの御曹司の妻ってこと？そうなりますね。あまりセレブ感出したくないので普段は地味にしてますけど。なんなのよそれ。てっきり貧乏人だと思ってたのに。いつもバカにしてきますもんね。いつカミングアウトしようかと思ってたんですよ。いい機会になってよかったです。いや、まさかだわ。あんたが本物のセレブだったなんて。いやいや、玲子さんには負けますよ。私よりセレブですもんね。まあね。そりゃ私の方がセレブだけど。なので、今回は玲子さん以外の方の宿泊費用を私が出すことにしました。は？マジで言ってんの？皆さんには日頃からお世話になってますからね。お礼をさせていただきますね。でも、私以外ってどういうこと？玲子さんはセレブなので、私に出されるのはプライドが許さないと思いまして。いやいや、そんなことないから。私の分も出してもらえるかしら？え？意外ですね。まあ、別に出してもいいんだけど、せっかくなら出してもらおうかしら。じゃあ、玲子さんは払ってください。よろしくお願いします。ちょっと待ってよ。お願いだから出してもらえるかしら？嫌です。だって玲子さんせこいんですもん。ママ友の皆さん、めちゃくちゃお怒りでしたよ。え？何の話？会費を多めに徴収しようとしてましたよね。その多めに回収したお金を自分のスイートルーム代に充てるつもりだったんですよね。いや、そんなことないわよ。私は本当の値段知ってますから。バレバレなんですよ。あれ？私の計算ミスだったのかしら？おほほほほほほ。だから、幹事と会計を一緒にするとか言い出したんですね。なんか怪しいなと思ってたんですよ。そういうわけじゃなかったんだけど。もう玲子さんに幹事も会計も任すことはないでしょうね。未然に防げてよかったです。あのね、私はセレブなのよ。この私がそんなせこいことするわけないでしょう。だって名誉認定エセセレブですもんね。ってことで後ほどホテルでお会いしましょう。ちゃんとご自身の分の20万の支払いお願いしますね。え、ちょっと待ってよ。今回だけは出してくれないかしら。それにどんな顔でみんなと会えばいいのよ。その後、玲子さんはホテルに到着した途端に私のところへやってきて、実は20万も払える余裕がないので出してくださいと頼み込んできました。
今まで私をバカにしてきた謝罪と、エセセレブであることを認めたのです。他のママ友も会費を多く請求しようとしてきた玲子さんに怒り心頭の様子で、どういうつもりなのかと多くのママ友から問い詰められていました。完全に居場所をなくして、端の方で小さくなっていました。玲子さんについてはどうしようか悩みましたが、今回は玲子さんに反省してほしい思いを込めて、妥協することなく請求することにしました。ただ、どうしても払えないということで、グレードの一番低い部屋に変更して、そちらの料金を払ってもらいました。この一件で玲子さんのセレブキャラは完全に崩壊。今では偽物ブランド品を着ることも、ベンツで登場することもなくなり、かなり地味になっています。皆さんの周りにも、こんなママ友はいますか？いたらコメント欄で教えてくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。